日の試合はモンテビデオ対モンテビデオ、この対戦の模様をお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、よろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。ファーストハーフがスタート。モンテビデオ対モンテビデオ、このゲームはまさに大一番、リーグ戦1位と2位の激突です。モンテビデオ、現在リーグ総得点ランキングのトップに位置しています。非常に前線が機能しているチームです。スペースへ出す、いいボールでしょう、カウンターでしょう、ベルヘシオ、さあ繋がるか、ノビック、長いボールを送ります。抜きましたよ。まだ持っている、抜けてくる、ポルホ、攻撃的なサイドバックです。ベルヘシオ、サイドのスペースを使います。いい展開ですね。モンテビデオ、前の試合は後半の、ここはファールを取られます。これはカード、立ち上がり様子を見ている感じですかね、あまりこう積極的に前に行くっていう感じはありませんよね。そうですね。裏のスペースへ、アレクシス、マキロドリゲス、ノビック、スルーパス、おっと来た、1対1、前線へ大きなフィードです。さあどうする、ルーズボール、モンテビデオ、ここでファールをもらいます。危ない状況でしたからね、あのまま打たれるのを避けたという形でしょう。レフリーの注意が入ります。嫌な位置からのフリーキックです。場所は悪くないですよね。ここから先直接狙った、ファインセーブです。直接でしたが止めます。キーパーナイスセーブでしたね、はい、こういったところでしっかり止めていけるっていうのは大きいですよね。そうですね。
モンテビデオ、決定的なチャンスを収めることができませんでした。ふわっと裏を狙う、サイドを使う、いいボール入りますよ。ロドリゲス、ビアトリ、サイドのスペースへ走らせる、ここで丁寧にコントロール、ボールが収まる、どうだこのシュート、素晴らしい攻撃だったんですが、ここでホイッスル、まだスコアレスです。北澤さん、前半戦についてのコメントをお願いします。モンテビデオとしてはここまでまだシュートチャンスを作れてませんよね。少し遠くても1本打っていく、チームの雰囲気を変えるという意味では、そういったことも必要になってきますよね。前半を終え0対0、後半へと折り返します。さあ後半スタートです。モンテビデオとしては前半やや押されてましたからね、多少修正は入れてきてるでしょうね。裏のスペースを狙う、ビアトリ、ここはファールです。攻撃の注意に終わりました。来た、ノビック、さあ左へ預けて、とこれはつながりません。アルバロ・ゴンサレス、ゴンサール、さあカウンタースピードを上げたいところ、モンテビデオとしては先ほどから守備がマークの相手に対して一つ距離を置いて構えてますけども、背後のスペースを意識してるんでしょうね。それはスルーパスの対策ということになるんでしょうか。そうですね、浮かせたスルーパスなんかにも効果的ですよね、ただ常に相手と一定の距離を保つマークをしているので、だんだんラインが後ろに下がってきてしまうんですよね、そうすると中盤にスペースができやすくなってしまうので、しっかりと味方の中盤がボールに寄せて起点を潰すケアが必要になってきますよね。まあその相互理解がないと穴が開いてしまうということですね。そうなんですよね。モンテビデオメンバーチェンジです。コーナーキックへと続きます。これはそのままラインを割ってしまいました。エルヘシオ、ここは対応します。モンテビデ、最後の交代枠を使います。ペレイラ、前回の試合ではリードとなるゴールをファーストハーフに上げています。右からの折り返しにボレーという形でした。アーチのようなパス、ベルゲシオ、先ほどから厳しくチェックされています。そうですね、フォワードのポジションにいながら今日はパス回しに非常によく絡んでますからね、相手としては自由にやらせたくない選手ですよね。ロロ、さあ左サイドへ、この位置でシュート、
鉄壁。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤でのせめぎ合いは最後まで目が離せませんね。ここで一人で持っていくアリスメンディ、ロングフィードで狙う。惜しい攻撃でしたけどもね、このまま終わっちゃうかな。ルーズになる。ロロ、バレーラ、もうパワープレーで行ってもいいと思うんですけどもね。ロロ、モンテビデオとしては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。緩く狙ったボール、いいボールですね。旗は上がっていません。こぼれてる。リウです。そして今試合終了、0対0。モンテビデオ引き分けて勝ち点1を手に入れました。北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか？両チームともね、納得できてはいないと思うんですよね。もう少しやっぱり攻め切りたかったっていうところがあったと思うんですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ、そろそろ放送時間も少なくなってきました。本日の解説は北澤剛さんでした。本日はありがとうございました。ありがとうございました。勝ち点1ずつ分け合うことになります。